「地球に夢
か。二人は何を準備するの？パーティーの飾りを作るつもり。楽しそう。僕も貝殻で作ってみようかな。私たちは折り紙を使うの。折り紙か、難しそうだね。こうしたらすぐに覚えられるよ。Bye.
人参を立ててチョコレートを旗にしたら船っぽくなりそう。ジェラトーニの絵のおかげでいいものができる。あれ？材料は？ない。ない。ない！クキア、見て見て。これでパーティーの準備はバッチリ。どうしたの？どこにもないの、ケーキの材料。私に任せて。何かをなくした時こそすごい発見をするチャンス。それで材料ってどんなもの？チョコレートとか人参とか、他にもいっぱい材料の入ったバスケット。いつなくしたの？ここに来た時は持ってたんだけど。不思議だね。ねえ、今日は何してた？絵を描いてたよ。ダッフィーのおかげでいい絵が完成したんだ。ほら。わあ、素敵。特徴から見て、これは蒸気船ね。そう。それよりパーティーはもう始めてるのかと思ったよ。それがね、ケーキの材料をなくしちゃったの。バスケットに入ってた？知ってるの？ダッフィーがクッキー屋に届けるって持って行ったよ。ダッフィーを見なかった？外に出ていくのを見たけど。バスケットを持ってた？うん。その時オルメルは何してた？てな感じで練習してた。演奏にも足を止めないなんて、きっと急いでたんだね。あれ？その貝殻どうしたの？さっきダッフィーがくれたの。そういえば、ダッフィー貝殻で飾りを作るって言ってた。きっと海で拾ってきたんだ。バスケットを持ってなかった？貝殻だけだったと思う。なくしちゃったのかな。もう夕方だし、そろそろ戻ってくるんじゃないかな。夕方、つまり潮が満ちてくる頃。ということは、そうか、バスケットはきっと海に流されちゃったんだよ。どういうこと？ダッフィーは貝殻を拾おうと思って満潮になる前に海に行った。だから急いでたんだ。でもバスケットは？多分貝殻を拾うのに必死で、気がついたらバスケットは波にさらわれた。違う。わっ、ダッフィー！クッキーアン、ごめんね。リーナベルの言う通り、材料は海に流されちゃったんだ。リーナベル、すごい！ダッフィーのことをそこまでわかってるんだ。ねえ、この貝殻じゃケーキの材料の代わりにならないよね。いいこと思いついちゃった。なになに？私に任せて。みんな、この部屋にあるものでケーキの材料になりそうなものを集めてきて。了解。貝殻クッキー。
の仕上げ。Please enjoy the rest of your journey.